はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。バイオハザードリバースということで、まあ対戦型の TPS になります。ちょっとまあこれをやっていきましょう。で、基本的にはもうスタンダードマッチをやっていく感じになりますかね。で、ここにいるキャラクターが選べるんで、キャラごとに性能が違うんで、まあ、見てみると、まあ、クリス、ジル、レオン、クレア、エイダ、ハンクということになります。で、スキルが違うので、不屈の闘士、強化外骨格、パシブスキルがありますと。あと持ってる武器も、通常武器 と、固有の武器、ハンドガンと、クリスはアサルトライフルで、ハンドガンと、ジルはジルもアサルトライフルか。で、レオンがショットガンで、クレアがサブマシンガン、エイダがクロスボウ、ハンクサブマシンガンというような感じですね。まあ1キャラずつくらいやっていきましょう。スタンダードマッチ、最初はクリス、ではスタート。で、基本的にはもう6人対戦、6人いる、これいなくない？まあいいか。で、操作方法は、まあ、本編と変わらずですね。で、あと走れないんですよ。走れないのとしゃがめないっていう、これ結構不便なんですよね。で、あと倒されるとクリーチャーに変身するっていう。あ、来た、いる、1キル。で、こういうとこしゃがみたいんだけどね、しゃがめないからね。あと走れないし。あ、今いた、お、二丁拳銃になってるな。おお、あと回避はできる。ただ、あと普通の COD とかと比べれば体力は多めかな。数発食らっても生きてるんで。ちょっと待って待って待って、これしゃがめないのが痛いよね。ここタフだな。あ、そうそうそう、でこれでクリーチャーに変身しちゃうから、これ向こうとか行ける、行けねえし。ちょ、逃げよう。特殊武器がないのちょっときつい。ほら強引。ハーブ、ハーブ。で、どっかにね、ウイルスが落っこってると思うんだけど、それを回収したいといえば回収したい。なんかもう歩き方が、歩き方っていうか走り方ウケるよね。しかもなんか俺、あ、お、あそこにある。ウイルスを回収して死んだ時に、まあ、結局死ぬからね。これ3人しかいないな、多分。人もういないの、このゲーム。待ってよ。だって俺こういう打ち合いのゲーム下手くそなんで。そこはご了承ください。そう、これで死ぬとクリーチャーに変身して、まあ、追っかけて、ほらほら、いけで倒すと、ギャッハハ、無理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 です。クリーチャーは回避できねえわ。食べよう食べよう食べろ、やった、トロフィー獲得。そこに人がいるな。クリーチャーだとね、その熱で人がいるのが分かるんですよね。食いたい、食わせろ。もう一発か、だキルの神結構だね。あ、こんなところにウイルスが欲しい。あ、でも人それなりにいるか。こいつパイラット無理だよね。倒されてる。あ、ちゃんと人いるわ。さあ、やっぱね、どうせ死ぬからいる。ウイルスを集めておきたいんだよな。あ、ここに特殊武器あるじゃん。ほら自分も食ってるし、自分も死んでるし。ウイルスが0個だからしょぼい。はーい、はーい、凶暴か。
態。チーム戦とかは特にないんで、ひたすら敵を倒していく。見つけ試合。これいいじゃん。もらっとこう。ロケランじゃん。ロケランはもうあれだよね。対クリーチャー戦で使う方向にしよう。だから、アサルトライフにする。って言ってももう時間がないな。あ、あそこにいるじゃん。ちょっとロケランぶっ放してんだけど。走れないから。おらまだ生きとるのか、こいつは。きたロケラン一発で死なないのか。なるほど、これもはめられるわ。かっこいいフィニッシュ技だ。しかしロケラン当たってるはずだったら、あいつも体力が少ないはずなんだよな。あ、死んだ。ほら、いやでもまだ生きてるさよなら。おっ、ベイカーこいつ。ちょっと待って待って待って、俺はもう無理だタイムアップ。おお、3位っていう感じですね。では次はジル。ジルは地雷を置けるんだよね。ここに置いとく、とりあえず。はい、もう立てこもろう。開いたやられた。あ、地雷なくなってる。追っかけ追っかけろ。あ、地雷こっからやばい、ポイントがゼロはゼロ。なんか地雷もこれさ、見え見えだからね。さっきのじゃん、クリーチャーに変身してる間に逃げないと。おう、おう人間を追うか。クリーチャー対クリーチャー、俺はお前を倒すレオンよ、命拾いしたな。食われてる。 R なんてなんだ。超めっちゃ至近距離になった時にしか使えないじゃん。2つ置けんのか。あっちにいたな。ちょっと待って、これしゃがめないからさ、隠れらんないんだよね。それができればまただいぶ違うと思うんだけど。あいた。ちょっ、結局クリーチャーで倒す。人間で倒した方がまあ当たり前だけど、ポイントは高いっていう。うわ、なんか頑丈になったっぽいな。なんとなく置いといた方がいいかな。どこに置くのがいいんだろう。あ、待って待って、ここに置いとこう。あいつが来たら踏め撃っとけよかった。こういうとこに置いとこう。踏め踏めあれ俺じゃない、倒した。よし倒した。ウイルスが欲しい、ウイルスが。あ、これ見たと回避回避。おら、おお、死にした。どうなの、倒した。死んだ。でも今人いたな。レオン遅い、こいつやばい。死ぬ死ぬ死ぬ。一応左下があれなんていうの、体力爆散した。1位の人すごいな。あ、あそこに見える。これあっち側とか行けないからね、ジャンプして。ちょっと狙われてんじゃね。俺はとにかく、おお、ベイカーやっせ、逃げろ顔でき。いや勝てないっす、ベイカーには。対魔になったら無理でしょ。すえ、ほら、強豪か。した瞬間死ぬ。やばい、ビリだ。
そこあれが欲しいんだ、あれが。俺はウイルス狙いちゃつえ、ウイルス回収された。いや一気に強化しよう。おりゃあれだらけだ。ジル確かにあんまり使ってる人がいないから、火力が不足してるかな。うまく地雷を使いこなせればいいんだろうけど。あ、ロケランがある、ロケランがあるけど、これ思ったより強くないんだよね。人間とかだったら一発で飛ばせそうだけど。死なばモードとも。あ、いるじゃん。やばい、俺より強いこのクリーチャーは。待って、クリーチャー合戦になったら無理だよ。逃げよう。凶暴化して逃げる。でハーブは当たり前だけど取れないからね。てかハーブはてかアイテムが取れないから、クリーチャーはこのちょっと逃げ切るしかない。あっちいっぱいいる。クリーチャー合戦ったらおこぼれちょうだい。無理だ。あ、でもジル1位になってんじゃん、すごい。で一応ね、あのスキルみたいなのもあって、これ多分人ごとなんだよね。体力強化とか共有してんのかな。ちょっと何もまだ解放してないんだよね。体力強化を解放してみよう。でここに装備します。でジルにした時にどうなってる。取れる、あ取れるか、これは取れるのか、つけられるんだね。で3つつけられるのか。スタミナ、回避の達人、ヘッドショット、弾薬、ハーブ、ウイルス感知可能範囲。え、何それ。感知なんてできんの？どうやって？ハーブの居場所が見えるようになる。あ、レベルなんてあるんだ。弾薬感知、敗者の意地。減少が敗者の意地だ。これも、もらっとこう。絶対必要だわ。で、あれ？ 3 つっていうかなんだこれ。もっともっとつけられるのこれ。いっぱいポイントが6000か。チャームって何？特殊武器の攻撃力。あ、これはあれか、回し蹴りとかだから固有スキルか。新米警官。あ、そう、レオン勝手に回復するんだよね。マチルダはハンドガンだからいらない。攻撃力が上昇する。いくら ?1500 円か。ちょっと1個解放してみよう。で、これ自体は多分ここだよね。これ違う違う違う。クリーチャー用ってことか。なるほど。ちょ、俺何取った？あ、これだ、ダメージブースト。で、じゃあクリーチャー用はクリーチャー用で体力上昇。あー、なるほど。ちょっとポイントもあれなんで、とりあえずじゃあこれでいきましょう。ではレオン・ S ・ケネディショットガン4発か。結構近づく必要がありそうだな。これどこ、場所、ベイカー邸。すでに戦闘の音がする。あ、いるな、これ近づいてきたところ狙おう。ちょ、無理です。これあのオレンジのところとか弱点になってるのか。てか弾がねえし、もう逃げろ逃げろ。相手の方が速いとかあんのかな、これクリーチャーの方が速いとか。たまたまたま、よし来てる。爆散した。ちょ、ダメージ食ったから。おほら。いや無理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 。あ、俺もベイカーになってるわ。ベイカーの力見せてやる。ほら強え、ベイカー。はははは、切り刻んでやるわ。ほら大旋風、痛い。ベイカーバトルだ。めちゃくちゃだな。いやー死ぬ、死んだ。ベイカーバトルに敗れた。でショットガン火力高いから結構もしかしたらいいかもな。弾数が少ないんで、ちょっと弾は回収していかないとっていうのはある。二丁拳銃が
役立つのか。あっち暴れてる。あ、これ構えないといけないの。回避回避回避。えパック、どこだ。ウイルス、俺はウイルスが欲しい。回収強えな。レオンいいぞ。逃げろ。なんかノックバックのシステムがあったと思うから、ノックバックスキルがあるといいかもね。しょぼい。1個しかないから、1個だとこいつなのかな。あ、でもベイカーも1個だった気がするんだけどな。追っかけてこう。ヘイ、どうだ。あの倒したんだか倒してないんだかよくわかんねえな。相手のパワーがまたスキルになってる。さよなら。逃げろ逃げろ。あそこにいるな。強化して、あ、3噴射かこれ。捕食、捕食、倒せない。とりあえずクリーチャー化したい。クリーチャー化するとでも人間の方がそっかいいのか、ポイント的には。あ、いる。あ、二丁拳銃なしだ。あ、いや、二丁拳銃の方が強いのかな。どうなの、わかんない。なんかショットガンの方が強い気がするんだけど。クリーチャーだらけやわ。強化してる。俺も強化しよう。やべやべ、タイラントがいるわ。だがやるしかない。いやー、爆散した。ちょっとやはりウイルス1個は持っておきたいな。あんまりちょっとやっぱ行き過ぎるのもよくねえな。これなんだ、あれか、グレランか、硫酸弾。後ろ取られるのはちょっと嫌だからな。常にクリアリングを気をつけて。ここハーブがいっぱいあんな。ここ結構戦場になるよね。ピューンドーン。あそこのあれを取りに行きたい。これに釣られる俺大丈夫だ。よし、 OK。 ちょっと待って待って待って、狙われてる。どこだ、狙われてんな。逃げろ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 。いった、誰だこいつか。ベイカー、最高の一分、お前を許さん。じゃ、大旋風。よしよしよし、行くぜベイカー。いいなベイカー、面白い。ゲロケラン。でもロケランも一発で締めわけではないから、持ってかれたわ。レオン意外にいいかもしれない。これ何、炸裂弾。構えてないと、構えないうちが多分できないからね。なんか暴れてんな。もう回収する意味はないから、あのベイカーをなんとかしたいけどもう無理か。ラッキーなんか知んないけど2位に入れたし。では4人目、クレア・レッドフィールドで、これ注射ができるんだよね、アドレナリンなんとかみたいな。慎重に行こう慎重に。真ん中マジで、ああの、やべ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 、アンブレラマークみたいなのってあれかな。あ、ウイルスだ、こっちいっぱいある。回収しよう。2つ回収できるわ。さっき危険なとこに来てしまったけど、ウイルスを2つ生じ、敵はいない。あ、これ見えるあれがわかるってことね。もうすでに爆散してる。レオンの二丁拳銃はでも位置がバレちゃうからね、あの赤外線スコープみたいなので。これ上いける、いけねえや。あ、ハンクだ。ハンク隠れられるんだよね。電撃。いや、一個ちょっとそうだ、倒した後も安心できねえんだ。逃げないといけないから、ちょっと逃げよう。おお、やべ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 、来てる来てる来てる。どうしようもなくないもんこれ。しかし俺に勝てると思うな、逃がさんこいつは。
伊賀さん、ちょ、早いんだけど。待って。なんかある?ロケットランチャー。じゃあ俺じゃねえし。やばい、死ぬ。ちょっと、せめてなんかしたい。追跡者の特殊。なんで?ベイカーの方がなんかいいな。タイラントはタイラントで強いんだろうけど、やばい。全然ポイントがしょぼいな。あれを回収したい。ウイルス回収が先だ。これはいただいていく。ここうまくさ回収してアドレナリン注射。あの時に後ろに回収すればいいんだ。これもうここまでこうやったら無理だからな。待って、そっか、回避スタミナがあんのか。タイラント飛びかかれ。当たってこれ。よっしゃ爆弾ダッシュ切り。あ、これさっきと違えな。タイラントの種類違くない？ここで乱戦が繰り広げベイカー乱戦が繰り広げてる。ここに俺が来るぜ。ほらダブルキル。ベイカーの戦いに終止符を打つ。あ、これクリーチャー左下の体力どんどん減ってってんな。時間が来たらすぐ殺される仕様になっていくのか。ハンクが消えちゃうからな。ほら行け。死んだ。回避は1回で半分か。2回回避するともう回避スタミナがなくなっちゃうんだな。待って、狙われてる。回収して後ろから狙われるのは危険だからな。面白いな。クリーチャーがうろついてんの見ると体力最大です。うわ、小型ジェネレーター、オルティネーター。1、2、これ2回やって、で撃って、これ撃つと回復するから。よし、いや、あのハーブを取れば。あ、ダメだ、死んだんだ。いや、何もないからしょぼいクリーチャーも向こうでめっちゃ暴れてる。とりあえず強豪化しとこう。いやー無理ですよ、タイラントさんは。あ、死んでる、死んでない。うおー食らった。やばい、あと30秒か。ロケラン回収して、ロケランがもうちょっと火力あればねいいんだけど。これ後ろから来てる。後ろのクリアリングもめちゃくちゃ重要だからね。もうここまで来るととりあえず話しとこう。どうでしょうか。あ、待って、倒した。あ、倒してね、死んだわ。こいつを倒したい。せめて最後に一死。報いられなかった。報いた。多分点にはなってなかったなっていう感じでした。ではエイダ、クロスボウ一発ずつか。使ったことはないからね、エイダ自体は。あそこに見える。とにかくこれを回収しに行こう。来るか。うわ、やばい。どうやんこれ、難しくないか。あー、やれた。ベイカー、お前ごときか。あ、エイダがいる。倒す。おらおらおら、チェーンソー大回転。大回転切り。OKOK。 ちょっともうもう時間がないよ。ベイカー、おー、パンク大回転切り。どうだ、倒したけど。ベイカー使いやすいな。いいぞ。
確かに人間で倒さないとね。エイダをそもそも使いこなさないと難しい。エイダ弓が難しいな。どうせこれ回収しとこう。どうせ一発しか使えないんだったら。あそこにいるな。暴れてるわ。ちょ待って待って待って、狙われてる。あめっちゃ狙われてるわ。あちょ待って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 。いやエイダ弓が難しい。とりあえずリベンジしよう。強豪化して追っかける。うへえ。やばいやばいやばい。なに凶暴化。とりあえず凶暴化してリベンジ。ちょっとさよなら。ちょ待って待って、無理です無理です無理です。見逃してください。みんな人間を狙おうぜ。無理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 。エイダ難しい。さてもう一つサマーソルトってどうなの。いやこれ当てるの難しいんじゃね。よほど接近しないと。とりあえず家の中にいて来たら倒す。待ち、死ぬとポイントが減るから。おなんかいる。死なないことも重要だからね。どうなの今 R1 使ったんだけど。ちょ無理ですこれ。エイダマジでむずい。ちょどうだ。ちょベイカーベイカーが強い。あいつ狙おう。3分射。あやばい、ベイカーに持ってかれた。倒した。逃げる逃げる逃げる。やばい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 。3噴射、3噴射難しいな。でも3噴射ゲロマシン。あもうない。てか強くないあの人。俺は狙うお前を。どう倒した。3分シャープ。こいつ強いな。倒せねえ。おおめっちゃ暴れてんだ。おおちょっと上に行きたい。サマーソルトか。いった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 。もうめった打ちになったわ。カオス。ひたすら攻撃をするしかない。この低レベルクリーチャーがやれることはこれしかない。ロケラ持ってる。 どうすればいいのこれ。スパークショット倒した。よくわかんないけど逃げろ。とりあえずウィルス回収してグリーンハーブ取って。やばい狙われてる。俺が使ってたスタンド、これの使い道がマジでわかんねえ。あの上に飛び出るやつ。エイダ難しい。では最後ハンク。ハンクは消えられるんだよね。ヒュッ、あれ消えらんない。まだ溜まってないってこと。あ消えた。狙う光学迷彩。光学迷彩は多分あれも効果があるはず。クリーチャー相手にも。あと接近専用のあれがあるんだけど、ちょっと後ろに使いたいな。全然ダメだ。待って待って待って、ここから逃げないと。とりあえずやばいやばいやばい。逃げろ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 。エイダ助けてくれ。完全にはめられたこれ。
やべ、あれがないから。カオス状態。スーパーカオス状態。とりあえず強化しとこう。強化して、適当に。みんな爆散したわ。4キルになってるし、なんか死んねえけど。運が良かっただけだな。ハンクの接近戦、どれだけ？いや、全然ダメだ。あ、強えな。おお、やられた。逆にやられた。やばい、なんもない。とりあえず凶暴化して、こいつはとにかく凶暴化するのか。いいな。どこにいる？みんな。あっちにいる。あ、いる。いたいた。先手くださった。やばいやばいやばい。おお、今の人多分。あー、ハンドガン装備してんな。弓一発当てたらハンドガンがいいのかな。いいだわ。これ回収しよう。スパークショット、スパークショット結構いいからな。ドーン、OK。 狙い。これさ、こいつ相手にも接近戦効くのかな。とりあえず強化して、あいつは減ってるはずだ。ヒットポイントが、そこを狙う。倒した。あとは隠れてるかな。どうすることもできん。人がいないな。あっちにいるね。ひたすら凶暴化して一応、あ、自爆。あ、自爆ってやつね。体力がなくなったのかと思った。そういうわけではない。あそこに武器があんな。ちょっと、いやー、いるな。ベイカーちゃんがいるわ。よし、グリーンハーブを取りつつダメージを受ける。もうどうにもできません。おら、どんなのこれ。あ、いる。はい、出会い頭。お前ももう体力ないはずだぞ、多分。よし、倒した。いやいやいや、カオスすぎんだろ。みんな爆散して、あそこに。あ、よくあそこにあるけど、いつも取りに行けないんだよね。よし、回収。1個は欲しい。感知いいかもね。あ、よく見れば書いてあるじゃん、なんか左の方になんか銃あるよみたいな。炸裂弾か。どうだ。あ、倒した。来てる。逃げろ。基本的に向こうのが、いや、ベイカーが来てる。いった。何かを食らった。ちょ、回復しつつ、この逃げることしかできないからな。しかも後ろが逃げないからね。死んだ。高額迷彩ですか。高額迷彩でなんとか逃げる。ははは、逃げ切ったぜ。しかし体力がない。あ、ベイカー多すぎだろ。来た。死んだ。おう、ベイカー、最後に大旋風。3位という感じです。まあ、使いやすいキャラを見極めてそれを使っていくのがいい感じかな。あのポイントとかもね、あの限られてるんで。というわけで、バイオハザードリバースでした。